皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生数学基礎、今回は多項式と単項式の除法割り算についてお話しします。基本は多項式割る単項式、これは割り算を乗法掛け算に直して計算します。では例を使って説明します。例の1、カッコ x2+8x カッコ閉じ割る x、 ここの割り算を逆数を使って、掛け算に直します。 x2+8x 掛け算に直すとこれ x 分の1になりますよね。こうなったらもうあとは分配法則で計算しますね。まずここが1番、次の掛け算がこうなりますから、イコール x2×x分の1+8x×x分の1 となって、約分をしていきます。 x とこれ x2 が x になります。 8x の x と x 分の1の x が、こう消えますね。そうすると x+8 と、これが答えになります。次です。練習の1番ですね。括弧 6a2b-4ab2 括弧閉じ割る 2ab、 同じように掛け算に直します。 6a2b-4ab2 かける 2ab 分の1、分配法則で計算していきます。 6ab2×2ab 分の1-4ab2×2ab 分の1、 もちろん約分をします。2と6で6が3になりますね。分母の a とこの a2 が a になって、 b と b とこうなります。前の部分は 3a が残っていますね。後ろの部分4と2を約分します。 a と a を約分します。 b と b2 を約分すると b が残っていますね。こちらはマイナス 2b、 こう残っていますから、この答えは 3a-2b と、このように計算できるわけです。次はこの割る部分が分数になっている場合、これについて説明します。例の2です。括弧 ab-10b2 括弧閉じ割る2分の 1b ですね。この割り算も例の1の時と同じように掛け算に直します。イコール括弧 ab-10b2 括弧閉じかける、これ b 分の2になります。ここミスする人多いんですよね。1分の 2b と b を後ろにつけてしまう人が多いです。なぜ b 分の2になるかというと、これ2分の 1b ってこれ2分の b と同じだって、これ1年の時習ったんですけど、これを覚えていればこの考え方から逆数は b 分の2って分かりますし、それから文字式の積の表し方ですよね。この2分の 1b というのはこれ2分の 1×b のことですよね。これ小学校の時整数は3は1分の3なんで、こんな風に書けるよって学習しています。ですからこれも同じように、これって2分の 1×1 分の b ですから、2分の 1b の b は分子にあることは分かりますよね。これを反対にするので b は分母に来ると、こう覚えてください。ちょっとねここ書いちゃったのずれますけれど、それで分配法則で ab×b 分の2-10b2
かける b 分の2とこうなります。約分します。 b と b ですね、 b が1になりました。 b と b 2乗ですね。そうすると前の部分は a と2が残っているんで 2a ですね、引く後ろの部分、ここの2忘れないでください。この2と前の10かけるので20、そして文字は b と 2a-20b というのが答えになります。練習の2、括弧 2x2 乗引く 4xy 括弧閉じ割る3分の 2x、 後ろの部分を同じく、掛け算に直して括弧して 2x2 乗引く 4xy 括弧かける、これ 2x 分の3になります。理由はこちらで説明したのと同じです。イコール分配法則です。 2x2 乗かける 2x 分の3引く 4xy かける 2x 分の3、約分をします。2と2で約分して x と x 2乗を約分します。前の部分は x と3が残っています。後ろの部分4と、分母の2を約分します。 x と x を約分します。こちらで残っているのは 2×3 と数字の部分、そして文字が y が残っていますから答えは 3x-23 が 6y と、3x-6y、 これが答えになります。今回は多項式と単項式、この割り算、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。